こんにちは、愛沙です。ヤッホー、ジュウです。アイミンです。イエーイ。今日は彼氏持ちのお二人にジュナが曲受けするようにプロデュースをしてもらおうと思います。ジュナはそのままでいいよ。可愛いって、そのままで可愛いからさ、待って、もうとんでもいい。まあ頑張ります。頑張ります。今以上に可愛くできるように。はい、じゃあメイクしてもらいたいと思います。イエーイ。どうやってこう、元の肌白いっす。そう、メイさんにも肌白い方がモテるよね。じゃあ、いそか。よし、ジュナ塗るよ。あ、はい、お願いします。白い。マジで肌卵だな。これファンデいらなくない？これね、ちょっとコンシーラーぐらいでいいか。いい気がする。やばい、ちょっと色が違いが。確かに面白いぐらい違う。ミニモだとね。オッケー、そしたらコンシーラー。クマもないもんね。ないね。困るわ。塗るとこね。いいな。ジュナさ、学校に好きな人いないの？いや、いないね。イケメンいない？イケメンはいないね。ああね。へえ。うちの中学校と同じだ。うちも同じだった。出会いがないの？ジュナはなんで彼氏ができないの？だってめっちゃ可愛いじゃん。普通だって無双でできないわけなくない？いやいや、なんか多分一人教室ってのもあるんじゃない？あ、それだ。ああ、足りなかったら絶対できる。うん、本当に。どんな人がいいとかある？どんな人？外見、うん、イケメンだったら。なんかないの？髪型とかさ、服装とか、髪型は別にその人に似合ってればいいんだけど、うん、めっちゃ似合ってるけどさ、ここしか気配がなかったの。でもめっちゃ似合ってんの。この顔にはこの髪型しか他の髪型似合わないみたいな。ナミヘってこと？うちがなんかそれはちょっと嫌な顔さ。それはやだ。シーって言えば好きな髪型みたいな。うん、なんかヤリラフィーがよくやってる髪型みたいな。ヤリラフィーが好きなの？なんかめちゃびっくりされてるんだけど。めちゃびっくりされてるんだけど。なんか結構おとなしい。アイさんもここが好きだと思う。おとなしい。もうこっち系が好きだったの。こっち系が好きだったの。そっち系の方が好きや。好き。はい、じゃあベース終わったんで、次眉毛。眉毛。眉毛、あゆみちゃんの色描いた方がいいと思う。カラコンはせいなちゃんがプロデュースしてるやつ使います。これ 14.5 なんだ。いいね。いつも使ってるの。ちょっと太め。ちょっと太め。でも元の眉毛がちゃんとあるから色そんなもんでいいか。うん、元の眉毛あるの神。かわいい、かわいい、いい感じ。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいね。ピンク持ってる？チークはね、ピンク系だった気がする。もしなかったらこれ使って選んどいて。どう？え、かわいい、かわいい。これじゃない？ちょっとだけ濃いの入れる。うん、入れよう。何色？これを一回はっきり目に塗るか。そうしよう。あ、かわいい。オッケーじゃない？目をはっきりさせたい。うん、で、目はね、でかい方が。そう、本当にそうだよ。ピンク似合う。オッケー。かわいい。ラメは乗せる？ラメちょっと乗せたい。ちょっと乗せる。でもギラギラすぎるとギャル感出ちゃうから。そう。あんまり。過去に好きになった人とかっていたりしますか？いや、いるはいるけど、本物の恋愛ではない。本物の恋愛ではない。今日なんか幼稚園と小学生って本当の恋愛じゃなくないですか？あ、なんかあいつも好き、あいつも好きみたいな。あ、そう。なるほどね。でもなんか特徴みたいなない？面白かったかもしれない。友達感覚で喋れる人が好きになることが多い。あ、顔じゃないんだ、中身や。胸袋あった方が持ってるよね。可愛いよね。うん、ナチュラルの勉強もしたいな。でもナチュラルにしてもなんかギャルになっちゃいません？え、わかる。うん、オッケー。すごいよね。かわいい、かわいい。アイライナー黒かな。いや、黒じゃないよな。ブラウン、ブラウン持ってるよ、アイさん。素晴らしい。ブラウンだよね、モテは。うん、こっちを使ってるイメージがだよね、清掃こっちだよね。よし、こっちにしよう。モテイコール薄メイクではないんで。そう、本当にそう。めっちゃグイグイいくやんと思って。全然いけるよ。配慮がないの。ちゅうちょ。どうぞどうぞ。アイライン長すぎるやつないよね。うん、絶対モテる。間違いない。かわいいじゃん。かわいい。かわいい、かわいい。いいんじゃないか。かわいい、かわいい。モテポトロラム塗る？ラムやったらかわいいっしょ。普通でいったらかわいいよ。かわいい。欲しい。マジグリッターってかわいい。かわいいわ。え、それいつも塗ってるやつ？いつも塗ってる。これたっぷり塗ってる。あ、普段の時は。え、めっちゃかわいい。え、いけてる？いい。高めかな。ダメだね。かわいい。え、待って、かわいい。なピンクのチーク似合う。え、でもホテってるくらいが男は好きだって。それ、2人？だ。
どうしたる。かわいい。え、かわいいじゃん、マイコ。こういうのといかしい。まさきはでもさ、黒方がかわいくない？キャンキャンのとかいて。長い方が女の子って感じで。あ、一番だけ赤。あ、そうしよう。ね、薄メイク似合う。かわいい。え、これアイロンだけしたいかも。うん。髪型はいいや。え、どういうお団子？普通に。一回こうして、待って待って、一回こうして。これでも可愛い。良くない？いい感じ。え、かわいいかわいいかわいい。え、これさ、巻いた方が可愛いな。可愛い。上手くないなんか、慣れないね。可愛い。はい、ということでこんな感じで完成しました。完成しました。かわいい。マジでかわいい。どうしたらいいですか？床したいです。え、すごい。え、かわいくない？なんか女の子になりました。かわいいよね、めっちゃ。ということでヘアメイクは終わったので、次はそう、あゆみちゃんと愛する服装もついてたので着替えてもらいたいと思います。はい。え、最初どっちに行くの？あゆみちゃんでいいよ。はい、じゃあまずは私の服を着せたいと思います。はい、じゃあ私がプロデュースした服はこちらです。わー、すごい。マジで可愛い。本当に可愛い。なんかポイントっていうか、いつものジナちゃんと違う風にしたかったんですよ。だから私、彼氏と出かける時はなるべく肌を見せない、露出しすぎないように。だから大体長袖なんですよ。短パンは絶対履かないですよ、あんまり。あんまり。だからデートなんでロングと、この編み編みも女の子らしく可愛くなるんで、肌見せすぎないようにね。で、お姉さんっぽくもなるし可愛らしくもなるしみたいな。で、団子とマジで合うって感じ。ありがとうございます。似合う。絶対その声でおかしい。じゃあこんな感じでした。ありがとうございます。はい、次はアイサがジナの洋服を着させます。めっちゃこの洋服似合ってるね。可愛い。ワンピースのところに着替えてください。はい。はい、ということでジュナに着替えてもらいました。かわいい、めっちゃ似合ってる。ポイントとしたら、ギンガムチェックのロングワンピースは安定に男を着たなと思って持ってきたのと、あと胸元に大きいリボンがあってかわいいのと、足とかは見せてないで肌の露出は少ないけど、でもこのデコルテが見えるようにしたところがポイントです。普通だったらサンダル合わせるんですけど、いつもスニーカーであえて外して、で、あと男の子は身長が低い女の子の方が好きなのでスニーカーにしました。ヒールを履かずに。かわいい。こんな感じです。ニャッキーです。かわいいね、これ。以上、アイサファッションのジュナでした。ということでジュナのプロデュースを終わったんですけど、はい、されてみてジュナどうでした？男を受けばつくになりました。え、めっちゃ似合ってた、本当に。マジでかわいい。ほら、すぐ彼氏ができちゃいます。できちゃいます。いや、頑張ります。ありがとうございました。本当、いいえ、かわいい。嬉しい。はい、ということでこの動画がいいと思ったらグッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではみんな、バイバーイ。バイバーイ。